頭の部分のこのアギのところを包丁を入れてこう取ります。これはここに身があるんですが、まあ、なんかの時にはこれを使いますけどね。ずっとこの鎌だけを落としてこれを焼いたら美味しいです。ちょっと洗います。サワラ三枚にした時に中骨に身が残るので、まあうまくやれば残らないんですが、こっちはまあないけど、最初の人残るうちはこれをスプーンで取って、これで団子を作ったり、サバのやっぱりこう取ったやつとか、ま、いろいろ混ぜて、おぼろを作って寿司の色粉つけて寿司に使ったりします。はい。